私の後ろに見えるのが札幌市のゴミの最終処分場ですそしてその前の道路この道路をまっすぐ行きますと小樽のドリームビーチに続いていますそしてこの道路を挟んだ反対側が残土の受け入れ候補地となっていてまもなく測量が始まろうとしています最初の住民説明会からわずか2週間余りトンネル残土の受け入れ先に急浮上した 定根区山口地区の候補地で今日から測量調査が始まりました新幹線のトンネル工事で出るヒ素などの重金属を含む土取りすぎると人体に有害だとされています候補地となっているのは広さ21万平方メートルの札幌市のゴミ処理場予定地小樽市との境界に接し 北側にはゴルフ場や小樽ドリームビーチ南側には住宅や農地が広がっています山口地区で4代にわたり農業を続ける木村茂雄さんズッキーニや長ネギなどを全道に出荷しています調査の開始時期について 具体的なな説明ははかったたとといいままますでてこれからあのあの札幌市はこれまで定根区区区金山山地地地厚別区の山本地区を候補地に挙げていました,ただ、いずれも住民の理解が得られず 受け入れ可能か調べる現地調査も行われてきませんでしたしかし山口地区は住民のの理解を得られるとととといいいううここが調査市役所の前提条件でではないということです当地区におきましてはあの、ごみの埋め立て地としてもともと確保している土地でもございますので、理解を広めるために調査あというものを行う必要があるのではないかと考えております。 住民の理解を得ないまま始まった現地調査。早ければ来週にも地盤の硬さなどを調べるボーリング調査が始まります。この地域がありきでも入ってしまう。山口地方のもう少し本当に大事にしてもらいたいな。